こんばんは、ーマーティンダーメン役場、ケンタイス、タクです。楽天の一発屋、福田正義さんの捜査員います。正義さん、ルーキーヤーは60試合で史上出てスタメン出たとしてありました。レフト、センターでまあ、守備はまあまあファインプレーの時もあったけど、ミスがちょっと多いですね。2年目、3年目は怪我の影響で結局は3年で終わった選手でございます。いやー、人生が終わることは驚きました。以上です。バイバイ。